you could change one thing about Major League Baseball, if I gave you that power, what would you do? I'm going to say something very lighthearted so I don't get in trouble when I get to spring training. We got to shorten the season, man. It's too many dang games. 162 games in 185 days, whatever it is. Man, no. We got to shorten this bad boy up. Let's go. もうすでに短いシーズンを送ってるだろうが、辛辣だな。仮にシーズンが20試合に短縮されたとしても8試合は欠場するだろう。いや、出場しなきゃいけない試合数に関してクレーム入れるのは絶対お前じゃないだろう。間違ってはない。これ俺もずっと言ってるわ。野球はめっちゃ好きだけど162試合はさすがに多すぎる。100でいい。量より質。多いかもだけど誰もレンドーンの口からは聞きたくない。俺はもっと多くしてほしい。こいつコロナの後から年平均で60試合もプレーしてないくせによく試合数が多いとか言えるな。7年2億4500万ドル。レンドーンは別格だわ。これでレンドーンが現役選手の中で一番の嫌われ者になったな。レンドーンより野球が嫌いなやつはいない。MLB 史上最悪の給料泥棒かつ野球が嫌いってもう引退しろよ。ファンに手出す機会も減るから悪い話じゃないだろう。史上最もやる気のない選手になれておめでとう。